ゲイリー・ウィンストン・リネカー OBE はイングランドレスター出身の元イングランド代表サッカー選手。ポジションはフォワード。ガリー・リネカー、ギャリー・リネカーと表記されることも多い。聖火賞の息子として生まれ、1974年に地元のクラブチーム、レスターシティに入団。1984から85シーズンはレスターシティで24得点で得点王を獲得。 1985から86シーズンは、エバートンで30得点で、得点王を獲得し、FWA 年間最優秀選手賞を受賞した。1986から87シーズン FC、バルセロナに移籍、1シーズン目はトータルで21ゴール、2シーズン目には20ゴールを挙げていたが、3シーズン目には、ヨハン・クライフが監督に就任すると、 本来のセンターフォワードではなく、ウィングとしてプレーした。クラブでは、リーグ戦で103試合出場42ゴールの成績を残した、1986から87、シーズン1月31日のレアルマドリード戦では、リヌカウのハットリックで3から2とクラシコに勝利した。1988から89シーズン、UEFA カップビーナーズカップでは準決勝。 クスカソフィア戦のファーストレグでは1ゴールを決め、セカンドレグでも1ゴールと決勝進出に貢献、決勝でサンプドリアを破り優勝を果たした。1989から90シーズンからトッテナムに移籍同シーズンは24得点を挙げ、3度目の得点王を獲得、1990から91シーズン決勝で、 ノッティンガム鬼の一と破り FA カップで優勝した。1991から92シーズン、得点王のタイトルを逃したが、28ゴールを決めて、FWA 年間最優秀選手賞を受賞した。1992年、J リーグの名古屋グランパス8に移籍。当時の J リーグ最高年俸だった。同年の J リーグカップには出場しなかったが、コリンチャンスとの親善試合で、 グランパスの選手として初出場。1993年の J リーグ開幕を前に、トッテナム在籍時のチームメイトであるポールガスコインとの対決として、注目を集めた開幕前のプレシーズンマッチのラチオ戦では、決勝ゴールを決め、グレミオ戦でも2試合連続ゴールと、好調を維持していた。J リーグ開幕戦は、ジーコを要する鹿島アントラーズとの対戦ということで、 スタープレイヤー同士の対決として大きな注目を集めたが、0から5と大敗、リネカーもノーゴールに終わった。5月26日の横浜フリューゲルス戦で J リーグ初ゴールを決めたが、怪我の影響でまともに出場すらできず、また、ジョルジーニョとのプレーも噛み合わず、活かせるプレイヤーが存在しなかったことも影響して、リーグ戦においては1年目唯一のゴールとなった。 リーグカップでは9月10日の清水エスパルス戦で1ゴール、9月25日の横浜マリノス戦で2ゴールを決めた。1994年シーズン、リヌカーはファーストステージをほぼ全球したが、最終節のサンフレッチ広島戦で途中出場して復帰した。セカンドステージから加入のストイコビッチとのコンビでの活躍が期待された。 セカンドステージの開幕戦となったサンフレッチェ広島、戦でこそ共に先発出場したが、ストイコビッチはイエローカード2枚で退場になるなど、初年度はチームになじまず14試合の出場に止まり、リネカー自身も怪我の影響で常時出場ができなかったことで、共にプレーしたのはわずか4試合であった。8月13日のジュビロ岩田戦でシーズン初ゴールを決めて、勝利に貢献。 9月3日の鹿島アントラーズ戦、9月7日のベルディ川崎戦と2戦連続ゴールを決めるも、以降も常時出場ができず、シーズン最終戦のサンフレッチ広島戦では、先発し51分までプレーしたが、ゴールを奪えず、ベルディ戦のゴールが現役生活ラストゴールとなった。同年をもって現役を引退した。1984年5月26日のスコットランド戦にて、 イングランド代表に初招集され、1985年3月26日、アイルランド戦で初ゴールを決める。1986年のワールドカップメキシコ大会では、直前に手首を怪我し、ギプスをつけた状態で、出場、一時リーグ最終戦のポーランド戦で、前半だけでハットトリックを達成。 準々決勝のアルゼンチン戦でもゴールを決めるなど、6得点を挙げて、得点王に輝き、同年のバロンドール投票では、第2位に選ばれた。1990年のワールドカップイタリア大会では、準決勝の西ドイツ戦でゴールを決めたが、延長 PK 戦の末破れ、決勝進出を逃したが、リネカーは4得点を挙げた。その大会以降は、 ブライアンド・ロブソンの後を次首相を務めた。イングランド代表通算歴代2位の48得点で、迎えた1992年5月17日に、行われたブラジルとの親善試合では、自ら得た PK を外し、歴代1位のボビー・チャールトンの代表49得点に並ぶことはできなかった。直後に行われた UEFA ユーロ92でも、得点を記録できないままに、 イングランド代表から引退した。イングランド代表通算80キャップ48得点。ワールドカップ通算12試合出場10得点。現役通算333得点。20年間の現役生活通算568。試みで一度もレッドカードは愚かイエローカードすらもらったことがなかった。1990年のフィファフェアプレー賞を受賞している。 1999年、ワールドサッカー史の20世紀の偉大なサッカー選手100人で36位に選出された。2003年にはイングランドサッカー栄誉の殿堂入りを果たした。現在はイギリス BBC のサッカー番組、マッチオブザデーの司会を務めるほか、新聞などのコメンテーターとして活躍中。古巣のレスターシティへの思いは今なお強く、2002年に同チームが、 経営破綻した際には資材を提供し救った。また2015から16シーズンのレスターの快進撃の最中、同年12月には自身のツイッターでもしレスターが優勝したら次シーズン初回のまたどにパンツ一丁で出演すると宣言。結果的にレスターは周囲の予想を裏切り快進撃そのままにリーグ優勝を達成。パンツ一丁発言が 現実のものとなるか注目を浴びたが、2016から17シーズンが開幕して、すぐの2016年8月13日のマタドで、宣言通りレスターのエンブレム入りのトランクス姿で番組に登場した。ファンからブリーフ姿を期待していたとの不満をもらったが、自身のツイッターでトランクスだって下着だよ。十分恥ずかしかった。と呟いた。ありがとうございます。